きますね。はい、お願いします。じゃあまずピッチでどれぐらいで入るかっていうと、あの回復の価値どれぐらい使ってるかと見てください。はい、でアクシデンタルなので 15度ぐらい使って、はい、ラダーオード徐々に多めに振ります。はい、それでピッチアップですね。でこれで入ります。あ、入った。あ、で先手としてリカバリーはラダー多めで、はい、エレベーターそんなに多くないっていうのが、あ、はい、分かったかもですね。はい、来るじゃないですね。来るどころか中立にも至らないぐらいかなっていう。でラダー多めに使ってたと思うんですけど、はい、じゃあ今度はやってみてください。あのピッチあんまり上がらないで入ったの分かりました。はい、分かりました。ではじゃあ左もう一回やってみましょうか。はい、で視野開いてください。でラダー多め、はい、でピッチアップ、はい、でちょっとリカバー、はい、はい、でリカバー、右ラダー持ってみて、あのエレベーターでもラダーをちょっと多めに振る。あ、そうですね。はい、はい、これ回復5600。じゃあ今度右もやりましょう。はい、右行きます。で右ラダーをね、ピッチアップ、ちょっと待ってください。はい、回復、ピッチはあそこまで突っ込まなくては大丈夫。はい、であそこまであの下向いたら割と早めにあのピッチアップしてあげないと真下向いちゃうので、はい、はい、それでは、はい、で今度はあのピンからスパイラルの移行をやります。はい、で旋回率が変わること、音が変わること、速度がグッと乗ること、はい、ちょっとその辺分かりにくいと思うんですけど見てください。はい、でスパイラルに入ってしまったら、はい、ものすごい滑り旋回になってコードを落とすので、はい、手足地でコーディネーションターンに直してからピッチアップします。はい、では一緒にやってみましょう。はい、ではまた次同じように入れますね。はい、ね、肩を見るので、ね、また入ったら、はい、ここでちょっとでも戻すと滑り旋回になるので、はい、ラダーを手足地で直して、その後でピッチアップですね。はい、戻した途端に旋回率が、はい、ゆっくりになったのが分かるんですか。はい、ちょっと若干ゆっくりになってるね。はい、でスピードもちょっと出て、はい、ぐわっと乗る感じ、よく翼によく、はいはい、ね、乗る感じですね。でまあスピードグッ、ね、はい、とくる感じ、はいはい、で加速度がついたらもう剥離してないってことですから。あ、でこのあと、はい、バンク45度の旋回入れて、はい、それからフルアップ、エレベーターフルアップにしますので、はい、どっち好きな方でいいですか。はい、ニュークリア。で、速度90キロで。はい、速度90キロ。はい、ちょっと好きすぎですね。視野、視野、視野。もうちょっと速度、今、これぐらいで、じゃあ、はい、バンク45ですけど。はい、45ついたら、はい、ゆっくりとフルアップにしてください。はい、で見え方どう変わるか見てください。はい、もっとフルアップまで、はい、もっとフルアップで失速します。あ、しないでよ。バフェットだけですね。バフェット来て、はい、速度変わらないですよ、ね、変わらないですね。で旋回率速くなったの分かります。はい、早いですね。ちょっと中立に戻してもらいます。はい、そう、旋回率戻ったの分かります。あ、はい、じゃあリカバーしてください。はい、リカバー。ちょっと滑走路の方で見てください。はい、なんかバンクが深いと失速するまでにね、後ろが足りない、はらっと行くのかなと思ったらそうじゃないんですね。はらっと行かないんですね。だからハイバンクって安全ですよね。はい。